東京六本木に先月オープンしたギター教室。中では外国人講師が日本人にギターを教えていました。ここはアメリカ人のマイケル・キャプランさんが日本で立ち上げたアメリカンギターアカデミー。外国人講師が英語やスペイン語など6カ国の言語でギターを教えています。外国語と音楽を同時に学べると人気で、現在およそ100人の生徒が学んでいます。英会話スクールとか行くよりも全然ギターやりたいならこっちで来た方が、2つのレッスン1回で習ってる感じですかね。